神奈川ショータイム、ノルディアグループプレゼンツ神奈川ショータイム。挨拶じゃきます。気をつけ。礼拍手。魂は取られるなよ。どうもありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。この番組は同じ家は作らないネルディアグループ三栄建築設計の提供でお送りいたします。今週も始まりました神奈川ショータイム。この番組は神奈川県内で働いているさまざまな業種の方々をゲストにお招きして、ゲストが何のお仕事をしているのか、回答者が罰ゲームをかけてトークする番組です。回答者はこちらの生徒軍団の皆さんです。よっ、フレッシュフレッシュ。はい、ということで今週から副担任にプニプニプラスの星名美優先生に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プニタス、プニタス、プニタスです。プニタス、プニタス、プニタス。ちょっとめんどくさいですね。そんなこと言うな。ひどい。そして今週から転校生として白鳥はすみくんにも来ていただいております、はい、よろしくお願いします。白鳥はすみです、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、白鳥さん、はい、なんか適当なこと言ってない適当な愛の出だけやめてほしいんですけど星名先生は、はい、こうアイドルグループプニプニプラスで活動されてるとのことですけれども、はいはい、してます。最近なんかあの爆笑したエピソードがあるっていうの、あるんですよ。なんかあのプニプニプラスっていうグループで普段ライブの活動させていただいてるんですけども、はい、メンバーのみかんななちゃんというあのオレンジ担当の子がいて、はい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 、どんな写真を撮ってもすっごい変な顔なんですよ。いやいやいや、悪口ではなくて同じ仲間ですよね。仲間なんですけど、ぜひちょっと見てみたいんですけれども、はい、あるんですね、はい、あ、あります。あ、今モニターに映ってますわ、これはね、あの R12 回戦で見るピン芸人の女性の方ですよね、これはね、女性のね、女性のね、はい、そうですね、あのフリップ芸が上手いタイプ、はい、あー、あんなに小指立てる人もいないですよ、なかなか。すんごいピンって立ってるもん。これ面白いですね、みかんちゃん。いや、面白いんですよ。ひどいですね。え、ひどいですか。いやいや、でも愛情を込めてね。そう、本当に面白くて、ぜひ見ていただきたいなって思ってました。いやいや、もっと見たいと思います。せっかくなんで、なんかこう告知等あれば、はい、はい、普段ライブをしてるんですけれども、うん、今コロナで結構スケジュールが変動があるので、はいはい、よかったら公式ツイッターフォローよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで今週も皆さん頑張っていきましょう。はい、はい、それでは早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。今回のゲストはこちらの方です。どうぞ、どうぞお座りください。はい、ということでそれではゲストの方自己紹介をお願いいたします。はい、神奈川県横浜市から参りました藤本カルと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで藤本さんの職業を当てていくんですけれども、はい、星名先生、はい、なんか藤本さんのプチ情報があるって聞いてるんですけれども。あります。あります。なんとゲストの方はサッカー歴が30年もあるそうです。あ、じゃあ社会人ぐらいまでやられてたってことですか。まあ、今草サッカーでも今もやってます。今も、はい、じゃあまだバリバリ動けるってことですか。最近ちょっと今回のお仕事で忙しくてなかなか、はい、動けないんですけど。あれ、せっかくなんでじゃあ藤本さんに今のうちにこう質問ある方はいいですよ、うん、これってこの職業って結構体力いりますよね。そうですね、かなりあの当日は体力を、うん、そうですよね、はい、当日、お、あの藤本さん以後発言には気をつけてください、はい、ということでこの後はいくつかヒントをご用意してますので皆さん頑張ってください。メルディア、皆さんこんにちは。 AKB48 チーム A の篠崎彩乃です。今日はですね、メルディアグループ三栄建築設計の展示場に来ました。ということで早速行ってみたいと思います。わー、素敵、外観からすごい綺麗。こんにちは。いらっしゃいませ。メルディアグループ三栄建築設計の瀬上と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。どうぞこちらに。はい、はい、こちらがダイニングキッチンになっております、はいはい。アイランドキッチンでございますので、回遊型のダイニングキッチンになっております。すごい、綺麗。こちらが、リビングになっております。じゃあどうぞ。このスキップフロアがあることでですね、はい、あの目線が下がります。
それによって包まれたような雰囲気になりますので、安心してリビングでお過ごしになることができます。すごい吹き抜けの階段、すごいですね。はい、ありがとうございます。お2階はブリッジになってますので、はい、すごい広い。こちらがお姉ちゃんのお部屋ですね、うん、はい、すごい可愛いですね。女の子のお部屋なので、はい、白くて可愛くて、ね、ヨーロッパっぽい雰囲気にしてあります。でこちらがですね、はい、収納になっております。何があるんですか、はい、わー広いですね、はい、すごい贅沢な収納スペース。もう一つのお部屋につながっています。すごい。こちらがお兄ちゃんのお部屋になってます。床の色が黒くて、ちょっと男の子っぽいお部屋になってます。対照的ですね、はい、すごい。今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、皆さんもぜひメリリアグループ三栄建築設計の展示場にお越しください。またね。ありがとうございました。まずはゲストの方が仕事をされている日の一日のスケジュールからご覧いただきたいと思います。はい、ということでこちらになってますけれども、はい、まあこれはすごい仕事量ですね。すごいですね。すごいですよ、これ体力ないと無理ですよ。そうですね、体力が、はい、はい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 。バッチが気になってるんですけども、はい、これバッチって何なんですか。はい、確かに、バッチ、まあ、2つありまして、はい、この上のバッチは、まあ、ちょっととある団体に所属しておりまして、まあ、そちらのバッチになります、はい、でこの下のこの丸いバッチはですね、はい、SDGsいうバッチになります。 SDG あ、今日アルファベット聞くの初めてなんですけど生まれたてなんでね。生まれたて、生まれたて。そのまでにはでかいな、はい、はい、他に白鳥くん、この服装でお仕事されてますか。お、この服装でする時としない時とあります。しない時はどんな服装ですか。お、あ、確かに、いい質問です ね、 いい質問ですね。まあ、しない時は、はい、まあ、このジャンバーを着たりとか。あ、ジャンバーいい質問なんじゃないですか、白鳥くん。あ、ジャンバー、さすが。ジャンバー、万寿くん、はい。え、お仕事は外でするお仕事なんですか。おお、確かに。仕事の、まあ、準備の時は、まあ、ほとんど中ですね。はい、もう、はい、ここら辺ですよ、ここら辺ですよ、ここら辺ですよ、はい、続いてのヒントがこちらです。はい、ということで2枚の写真なんですけれども、ちょっと軽く説明してほしいんですけれども1枚目の写真は、私の仕事を、まあ、支えてくれているといいますか、まあ、宣伝してくれるといいますか、そういった皆さんになります。すごい綺麗ですね。で2枚目の写真は、2枚目の写真はですね、はい、まあ、私の仕事を支えてくれているハマー君。ハマー君、はい、まあ、横浜のハマー、ね、横浜のハマー、はい、チャーハン君、その上のあの方の綺麗な方たちのそのお接客とかそういうことをサポートでさせていただいたりしてるんですか。いや接客は特にしません。あれれ、まあ、いろいろ PR をしてくれる。 PR、 はい、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 白鳥くん、下のハマーくんはどんな時に出てくるんですか。おー、確かに。そうですね、まあ、この仕事の、PR をする際、まあ、いろんなところに、まあ、上の写真の、まあ、綺麗な女性と、はい、まあ、一緒に、 こう活動してくれるっていう。そうなんですね、はい、それでは生徒軍団の皆さんには以上のヒントを踏まえ、こちらの4択の中から答えを選んでいただきます。生徒軍団の皆さんで選べる答えは一つになります。全然まだ定まってないですか。いや、なんとなく私は。お、ちなみに白鳥くんは。なんとなく私も。おお、え、文條くんは。なんとなく私も。絶対分かってない。絶対分かってないこれ。それでは生徒軍団の皆さん、回答をお願いします。はい、2番のイベント主催者様。この根拠は何でしょう。マスコットキャラクターはイベント会場にいる。なるほど、説得力あるね。なるほど、いい目のつけどころだと思いますよ、はい。それでは正解 VTR をご覧いただきましょう。あなたのお仕事なんですか？あなたのお仕事なんですか？私の職業はイベント主催者です。生徒軍団正解ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。さすが、バッチリな読みでした。ありがとうございます。
はい、はい、それではゲストの方には企業 PR をしていただきたいと思います。それでは企業 PR どうぞ。6月2日横浜開港祭にお越しいただきました皆様ありがとうございます。そして支えていただいた皆様本当にありがとうございます。本日はですね、横浜開港祭親善大使の及川さんと藤川さんに来ていただいております。横浜開港祭6月2日の当日の様子を映した YouTube チャンネル、また彼女たち横浜開港祭親善大使の皆様が横浜市18区を訪問する YouTube チャンネルを開設しております。皆様ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございます。すごいイベントでしたね。急に出てきたけどちょっとお二人が来てるからね、親善大使の、はい、ということで藤本さん、このイベントのご予算、これはどうやって準備されるんですか。はい、はいはい、そうですね、このご予算なんですけれども、はい、実は横浜市、まあ、神奈川、まあ、いろんなところの企業様ですね、実は1000社以上を超える企業の皆様からご協賛ということで成り立っている市民祭になっております。1000社って人のつながりが相当ないと無理ですからね。まあ、確かに本当にそうですね。すごい。1000もの会社を、で今年はですね、今年から市民協賛という形で、はい、まあ、T シャツですとかそういったものを購入していただいて、はいはいはい、市民の皆様からのご協賛もいただくような形になって、はい、本当に皆様に支えられて開催をいつもさせていただいている形になっております。そういうふうに支えられてイベントを主催されているということで、だからね、もう支えていただいた皆様ありがとうございますという感謝の言葉がすごくこう身に染みましたけれども、はい、ということでこれからもいろんなイベント主催頑張ってくださいということで、今週のゲストは藤本薫さんでした。ありがとうございました。生徒軍団見事正解ということでおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。正解した生徒軍団にはご褒美があります。今回のご褒美はゲストの藤本さんおすすめの横浜市中区に本店がある鶏肉専門店梅屋さんの梅屋こだわりの詰め合わせです。梅屋では人気の3商品のごぼう巻き、レバーのしぐれ煮、伊達鶏スモークチキンが詰め合わされた梅屋こだわりの詰め合わせは、夕飯やお弁当のおかず、おつまみにも喜ばれる手作りの味わいとなっております。今回はこちらの詰め合わせからごぼう巻きをご賞味ください。ご賞味ください。すみません、いただきます。どうぞ。さあもう匂いまでね、匂いがいいな、美味しそう。来てますよね。来てます、来てます。はい、さあ至福の顔が、至福の鼻の穴広がっちゃってるけど、チャーハン君、せっかくなんで白鳥くん、はい、どうですお味は。めちゃくちゃ味染みてます。美味しいです。味染み込んでる、はい、あらららら、よかったね。もんじょくんはどう。めっちゃ美味しいです。なんか、なんおばあちゃん家に帰った気分になりました。お、懐かしい味がすると。あはは、どうですチャーハンくん。これ一言で言って、お、米が欲しい。あ、米がね、もうすんごい進む、これ、うん、多分ね3倍ぐらいいけると思うよこれ2切れであなたのさじ加減だけどまあでもそれぐらいいけちゃうぐらいね。そのぐらい濃厚に結構煮つけてる、味が染み込んでる、うん、あら美味しい。おかずもね、弁当のおかずのお供にもね、最適な作業ができるぐらいだから、うん、あ、もうじゃあ私たちも後でいただきましょうか。食べたい、はい、ということでね、はい、正解するとこういうご褒美がありますね。いや嬉しいです。はい、来週以降も皆さんぜひ頑張ってくださいね。はい、ということで皆さんまた来週。この番組は同じ家は作らないネルディアグループ三栄建築設計の提供でお送りいたしました。